こんにちは、速稼塾の久保です。私の運営する速稼塾の中には FX の専門コース FX オリガルヒというものがあります。このオリガルヒというのはね、言うまでもなくロシアの新興金持ち新興富裕層のオリガルヒをちょっとパクったものなんですけどね、 FX で急に金持ちになっていきましょうっていう、そんな意味が込められております。で、スタートしたのは2年ほど前で、今がね6月なんで、本当ジャスト2年経ったところかなと思います。2年が経って1ヶ月が過ぎたあたりかな。確かゴールデンウィークが過ぎてプロモーションスタートして最初の生徒さん募集しましたんでね。だから2年と1ヶ月弱ってとこだと思います。で、ここで募集したのは FX の本当に初心者の方、経験がない方、もしくは挫折した方って方だったんですけども、最初の募集でね、20数名の方が参加してくださって、2年目の募集でさらに20名弱の方がご参加くださって、今ねだいたい40名くらい在籍してらっしゃるんですよ。で、その40名の中での実績、こちらの方がねクエスチョンでたまに上がってくるんで、今回まとめさせていただくと、この40名の中で4名の方が、今年の1月に卒業されました。卒業したっていうのはどういうことかっていうと、この4名の方、たまに私の放送でも紹介してさせていただいたんですけども、1人目の方がねもうのすごい成績だったんですよ。この方はですね、女性で40代の方です。で、会社を辞めましてね、管理職をされていたんですけども、会社を辞めまして、これからは FX で稼ぎながら婚活をしていくということで、最も苦手な婚活市場に入りますということでね、今までの女性としてキャリアウーマンとして、新入社員時代からずっと勤め上げてきた会社、こちらの方のね、管理職についていたわけなんですけども、その経歴を捨てて FX の専業になって、 FX の経験、4年やってるんですけどもね、この方はね、 FX オリガルヒが始まる前から私の付き合いがあって、私のコンサルを個人で受けてらっしゃった方なんですけども、この方は年収が2800万になりまして、その次の年も2000万を切らなかったんで独立ということで、今年、もう FX オリガルヒから離れていきました。もちろんチャンネル登録を解除してるとかね、 FX オリガルヒには大会制度ってありませんので、もう本当にお世話になりましたと、これからは自力でやっていけそうですからっていうことで離れられた方が、一番の優等生で、年収2800万っていう感じですかね。この方はね、初年度は確かに全然勝てなかったんですけども、2年目でねプラス400万の成績を出して、3年目で1000万を超えて、それから4年目に2800万出して、その次の年ってのは見込みなんですけども、だいたい2000万を切らない程度かなっていうところだったですね。うん、で、やっぱりね、この方が言われていたのは、基礎用語をしっかり覚えるのに1年使ったのは良かったって言ってました。まあ私は大体3ヶ月ぐらいでいいんじゃないかなっていうふうにお話したんですけども、基礎用語とその基礎用語ができるようになる背景まで自分で調べてね、しっかりと概念を自分の頭に埋め込んだっていうところが良かったんじゃないかって言われてます。すごい見識の方ですよね。勉強熱心な方で、やっぱり20代の頃にね、会社に入って、それから自己を高めるために、自分の、この能力との競争をずっとしてきたっていう形でね、それこそ恋愛も置き去りにしてきて突っ走ってきた30代って言われてましたけども、38歳の時に私と出会ってですね、私の速稼塾に入って、それから FX で身を立てていきたいっていうふうにすぐに決めて、それからのトレーニングだったと思います。で、この方のおかげでね、 FX オリガルヒができたようなもんなんですよ。まあ、ですんでピカイチのエースとして卒業していきました。この40代の女性、43歳かな、女性、この方が2800万の年収を短期間で出した、3年目で出したのが一番の成績ですね。で、2人目なんですけども、71歳の方が FX オリガルヒに参加して、で、最初の半年で100万円ぐらいの利益を出して、この年金暮らしの方なんですけどもね、年金にプラスアルファでこのぐらいの収入があれば、家でのんびりとFX やりながら、プラスアルファ100万200万と年間で叩き出していけるんで、もう十分老後の2000万円問題は解決ですって言われてましたね。年金も入るし FX の収入もあるということで、ね、本当になんかこれからはね、なんかNISAとかもやっていきたいなみたいなこと言われてましたけども、私はNISAをやることは反対なんで止めました。はい、では次ですね、3人目はね、FX オリガルヒに参加された時には55歳だった会社員です。普通の会社員で、自分のキャリアが係長止まりで、本当にね、
万年窓際っていうことを意識して30代の後半から50代まで過ごしてきて、まあ、クビにならないためにだけやってきたような、自分は出世競争から外れてもう完全に仕事とも言えないような、あ、そんなね仕事を回されて、いつ出向になってもおかしくないし、いつ肩叩きを早期退職を言われても仕方がない感じで、毎日毎日ねビビりながら過ごしてきたと言われてましたね。でこの方は本当にね、まあ、中堅の中でも本当中堅で、名前は聞いたことないんだけども、売上規模とか事業所の規模を調べてみると、まあまあ本当ここに当時入れたら今55歳ですから、バブルの時代の最後の世代だと思うんですよ。ということは本当にね、こう言ったらあれですけども、就職活動が簡単に決まったから就職したんだなっていう風な形を察することができましたね。これご本人さんも言ってらっしゃったんですけどもね、氷河期世代だったら間違いなく私は入社はできなくって、多分派遣とかバイトになっていただろうっていう風に言われてましたね。でポンと入ったもんだから、それからというものを厳しい時代に全然力を発揮できなくって、ただ会社にしがみついてるのがやっとって言われてました。この方が年間で150万の収益を FX オリガルヒに入って最初の1年で出されましたんでね、おーすげーなーと思ったわけですけども、やっぱり勉強熱心で今まで何も一生懸命やってこなかったんで、1個ぐらいはダメだとしても一生懸命やって、自分のね人生に、型をつけたいって言われてたんですよね。まあいわゆるちょっと覚悟があった方ですよね。でこの方は初年度で150万の利益を出して、で聞いてみたら、いや私は年間150万ぐらいでいいんで同じようにこれからもやっていきますって言われてね、で多分2年目も100万を切らないぐらいの120-130万とかをね出されたんじゃなかったかなと思います。というのがね、勝てるようになったら対談をしてくださいってお願いしてるんですけども、 FX 勝てるようになったらね、もう、なんかね対談したがらないんですよ。対談をする時間があるんだったら FX を申し訳ないけども自分の FX を追求したいとかね、自由な時間を使いたいって言って全然応じてくれないんですよねまあでも FX で勝てる人ってまさにそうで、FX の自分の塾をやるとかね、サポートのために時間を使うって本当に魅力感じないんですよ。で私はたまたまおせっかいなんで FX オリガルヒみたいなの始めましたけども、でもサポートするよりも自分のトレードをやった方がいいですからね、だからFX まだ未経験のうちはね、ああもちろん自分が FX で勝てるようになったら、FX オリガルヒのおかげで勝てるようになりましたみたいなね対談をしますよって言ってくれたんですけども、実際勝てるようになったらね応じてくれないんですよ。まあそこは仕方がないなと思います。はい。でもうお一人なんですけど、もう一人はね去年の夏ぐらいに紹介したと思いますけども、ヘルパーをされていて33歳の方だったかな、全然給料が少なくってやっていけないんで勇気を持って FX オリガルヒに参加して、3ヶ月で合計で100万円ぐらいになったって言ってましたね、利益がね。だからこの方はね、私のね速稼塾の限定動画を多分何年か見てて自主勉強したんじゃないかなと思います。でヘルパーをやりながら一丁腹を決めて FX オリガルヒに入って、実際に相場解説を1日の中で4回5回で送られてくるのをしっかり見ながら自己採点していったら、だんだん自分の間違いが分かってきて、プラスアルファ私のコンサルもね受けましたんでね、基本に忠実、火水木だけのトレードで、あとはもうヘルパー業務を金曜日とか土曜日とか日曜日とかも仕事がある時はずっとされてるみたいです。で今ヘルパーと介護士っていうやつですかね、ヘルパーとトレーダーとしてもう二足のわらじで両方とも順調にね、ヘルパーとしてはなんか10万前後だったと思いますけども、でもトレーダーとしては毎月20万とか30万が稼げてるんで、まあ他のヘルパーさんよりも豊かに暮らしてますよみたいなね、そんなこと言われてましたね。この方は30代半ばなんで33でもう多分34になったと思いますんで、これからねもしかしたらお金を貯めて結婚ですとか、それから自分の、お父さんお母さんのために何か報いることをやるんじゃないかなと思いますね。ということでね、卒業した4人の方はこんな形でございます。残りの FX オリガルヒの生徒さんなんですけども、6割の方が勝ち越してます。勝ち越しの人です。つまり、入れた資金が減ってはいないと。増えているという方ですね。で、残りの方っていうのは報告がないんでわかりません。無活動状態になっちゃったのか、
ただただ私の問いかけに応じたらいろんなことを頼まれるから頭を低くしてるのかね、わかりませんけどもね。でもそれもしょうがないです。本当にね、トレードで勝てるようになるとトレード以外の時間は無駄としか思えなくなってくるんですよ。私は繰り返しますけども、おせっかいなんで結構ね、新しいことを皆さんにね、働きかけたりとかね、個人的な付き合いをもっともっと広めていきたいと思いますけども、まあだから私サポートに向いてるんでしょうね。こういうふうにね、どちらかというと細かくいろんな世話をするのが好きっていうことなんでね。はい、で6割の方が勝ち越しで、もしかしたら残りの方も勝ち越しグループなのかもしれませんけどもね。であとはね、取引の時間ですけども、やっぱり朝6時ぐらいに FX のチャートを見て、夕方6時にはもう最後の締めをやるっていうパターンが多いですね。だから夜明けから夕方までやるっていうスタイルで、で皆さんテクニカルですね。でこんな感じでね、だいたい FX 折り合いの実績ってやつなんですけども、もちろんね、大きな資金を失った人なんて誰もいないですよ。だってロスカットがあるわけですしね。それに証拠金維持率っていうのもありますので、どう考えてもね、証券口座に入れたお金がゼロになっちゃったり、ゼロを大きく超えてマイナスで追証が来るなんてことはないわけなんですよ、今の時代。まあでもそれはちょっとね、今回の FX オリアルヒの実績紹介とはテーマが外れますんで、また割愛させていただきますけども、繰り返しますけどもね、40人のうちの4人が好成績を収めて、もう FX だけでやっていけるようになったんで独立、それから残りの方の中の6割ぐらいの方が全員勝ち越し、で残った2割3割の方につきましてはどうなったか分かりませんけども、ちゃんとやってれば同じように勝ち越してはいると思います。で月収でいうとね、やっぱりね、3万円とか5万円をコンスタントに叩き出している方が最も多いです、 FX オリガルヒの中ではね。でその他にたまにいい相場に出巡り合って月収が20万30万プラスアルファになっちゃったっていうのは、大体ほとんどの方のパターンですね。つまり毎月3万5万の利益は FX から得てるんだけども、年間で2回ぐらいは20万30万レベルが入ってくるよみたいな感じですね。で合計年収が60万とか70万プラスアルファっていう形ですか。で年収が150万とか200万とかね、中には2800万みたいな人もいましたけども、この辺はもう自分でもうやっていけるから独立しますって感じで、 FX オリアルヒの方から離れているのかなってところですね。まあたまには見に来てると思うんですけどね。そんな形でございます。はい、じゃあ今回は FX オリアルヒの実績者の紹介をさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。今回は全体公開ということなんで、どなたからこの質問が来たのかってことは今回割愛させていただきます。まあでもね、これからも FX に限らずどんなことでもチャンスがあると思いますので、そのチャンスの扉開いていきましょう。いってらっしゃい。